今回は有理数の集合 Q が非加算集合であることを証明してみます。まず、今回用いる有理数の集合 Q に関する基本的事実として、Q が実数直線上で中密であるという事実を挙げます。つまり、実数直線上の任意の有理数の点を中心にして、どんなに小さい回区間を考えても、その中には別の有理数が無限に含まれてしまうということです。今回証明するべきことは Q が非加算であること。 そのために Q が加算集合であると仮定して矛盾を導いてみましょう。Q が加算であるとは、Q と自然数の集合 N との間に前端者があるということです。言い換えると、Q の要素は自然数を添え字とした数列として表現できます。ここで、有理数 QN を中心とした半径10の -N 乗の回区間を IN とします。有理数は実数直線上で中密なので、これらの回区間 IN のすべての和集合は実数直線全体に一致します。 次に有理数を十進小数展開して並べます。そして小数点以下の対角部分に着目し、そこに2位加えた数または2位減らした数をその下に書きます。そうして作った数を小数点以下に持つ十進小数展開の数を α とします。すると2位の自然数 n に対して、α と qn は少なくとも小数点以下 n 抜けた目が2位異なっているので、その差は10のマイナス n 乗以上となります。つまり。 アルファは I_n の,の自然数 n に対して in に属さないのでその和集合にも属しません in の和集合は実数直線全体だったので α は実数ではないということになりますしかし α は十進小数展開によって書ける数なのでこれは矛盾となりますしたがって9を加算集合とした元々の仮定が間違っており9が非加算集合であることが証明されましたもちろん 有理数の集合が加算であることは多方面から証明されていることですから、この動画の証明のどこかに間違いがあることになります。一番の問題点はここです。有理数は中密なのだから、その有理数すべてを覆い尽くす回区間全体の和は実数直線に一致する、という直感は誤りです。すなわち IN たちの和集合には隙間が存在します。そのことをどうやって証明するかというと、実はアルファの構成がその具体的な証明になっています。 実は α はこの隙間に存在する実数の具体的な例だったのです。ちなみに隙間が存在することの非構成的な証明も可能です。in の和集合の長さは各 in の長さの相和以下になっているはずです。この和は9分の20となります。もし in の和集合が r に一致するなら長さは無限大にならなくてはなりません。このことからも in の和集合が r に一致しないことが分かります。ただし この辺りの集合はシビアなので、長さという概念のしっかりとした定義が必要なことは注意として言及しておきます。今回の嘘証明は、無限に対する直感をそのまま論理展開に用いることの危うさを教えてくれます。皆さんも無限を扱うときはご注意ください。